三次所属 VTuber の真泉海。大型ビジョンのキャラクターが何かしらボソボソと喋り始めた。そう思って聞き流す人が大半なのかな。実際そうなんだと思う。この映像は宣伝でも広告でもなく、何か意義のあるものでもない。これを聞いていると現実を生きる人たちがただ聞きたいことがあって、こうして直接鑑賞しに来た。今耳を傾けて目を向けてくれる人たちには、俺がどう映ってる、現実に干渉してきたって、 SF 風味な設定の最近流行りの VTuber の映像って、そんなところなんだろうか。俺は今見てる人たちと同じ人間なんだ。人間のはずだった俺は。自分も自分が生きる世界に、それが本当に形と魂を持ったものかどうかなんて何一つ疑問も抱かず生きてきた。ちゃんと俺も世界も生きていたはずだった。自分がただの一キャラクターで空想の産物に過ぎないことを知った。どこかの誰かが描いたガランドの側でしかなかった。どれだけ言葉を重ねても悲痛で深刻そうなキャラクターだとか、中二病みたいな痛い設定だとか、割り切られてるのかな。陽性者は感染者として私たちね、現実ってどんなの。俺の住む世界とどう違うの。同じだよ。空気も景色も笑い声も葛藤も全部全部筋巻き通りだ。誰かに決められているなんて。どうしてそっちがリアルでこっちがバーチャルなの。